はいえー、では40番目平成13年大衆相続からの問題ですねでは早速やってみましょうはいえー、正解詞に関しましてはこれは「丸というねことになりますまあこれもあのー、ちょっとたくさんね登場人物が出てきているわけなんですけどもまず大衆相続 とというところねまいりますますたあの解説のところのね図を見ていただきたいと思いますけども、まあ、これ A、非相続人ということでねもともと配偶者奥さん,んでしょうかねこの図を見る限りではね、まあ、奥さんがいましたとただこの奥さんこの配偶者の方は A さん死亡の前にすでに死亡していたわけなんですね、えー、でこの A と配偶者との間には子供が3人いたわけなんですけどもその子供もですね、えー、実はこの A が亡く となる前に死亡していたとで子供3番目ですけどもねこの子3番目には HI という2人の子供がいたということになります、まあ、つまりね、まあ、A さんの孫ということになってくるわけですけども、まあ、この場合ねいわゆる孫もですね相続権があるのかないのかということをね言っているわけなんですけどもちょっと解説のところね見ていただきたいと思いますこの A の配偶者はすでに死亡していますので、まあ、相続人は子供123 ただしね子供3番も既に死亡しているためその子の直系貴族なんていうね言い方をしますけどもこの直系貴族である HI が猫、ね、でいういわゆる大衆相続人となると。 ということになるわけですね、まあ、つまり本来は子供3番が、ね、相続していたわけなんですけどもでにまあ A さん死亡の前に亡くなっています、まあ、ですからこの子供3番に代わってですねいわゆる相続する、ね、これいわゆる大衆相続というふうに言っているわけですねただまあ相続分に関しましては、まあ、本来子供3番が受ける、ね、3分の1の相続分をさらに2人この HI2 人で分けるということでこの H の法定相続分は6分の1になるということ ですからまず「大出相続」という、ね、言葉、まあ、これはしっかり、ねえー、覚えておいていただきたいと思いますで、ね、では以上です。